はい、どうも、こまみれです。今日はですね、こちら、渓流のミノについてちょっとお話ししようかなと思うんですよ。まあ、タイトルに書いてあると思うんですけど、多分この渓流の、ミノって、管釣りに不向きなんですよ。すごく不向き。管理釣り場という釣り場において。なんでかっていうと、そのね、魚の性質が違うんですよ。まあ、これはあくまで推論ですけどね。話半分で聞いてくださいな。なんでかっていうと、その、割とほら、渓流のミノってさ、これね、いっぱいあるけどさ、ね。どんなのかって言ったら、結構このフラッシング強いじゃないですか。キラ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 、ね。光るじゃないですか。これもそうだし。キラ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 って光るんですよ。まあ、ちょっとこれアワビ貼ったからあれですけど、ね。意外とのネイティブのルアーってこうやってキラ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 光るものが多いわけです。けど割と管理釣り場で好まれる、魚が釣れるっていうルアーに関しては、こういうね、チャート系の派手な色だったりとか、あとは意外とローライトな、ね、ナチュラルカラー、それは茶色とかさ、ね、緑とかさ、青とか。で、その、放流されて、かなり食性が高い、活性が高いものに関しては、赤金とか、ね、オレンジゴールドとかさ、ね、そういうのが結構好まれるっていう性質が、大体日本の管理釣り場どこでも、あります。まあ、水質とかさ、魚の種類によっても変わってはくるんだけど、ね、それに対していろいろ考えてみたわけさ、ね、なんでやろっていうので。というのもね、本当俺、ネイティブ別にやらんないんやけどさ、ミノーがね、全然売ってなくてさ、ね、なんかシャッドとか、ね、そういうね、ミノーとか欲しいんだけど、もう人気だからさ、売り切れてさ、それでもやっぱ魚釣るためにどうしようって考えた時にね、ちょっとネイティブのさ、ね、こういうね、フラットサイドミノーっていうのかな、ね、こういうのにちょっと手出してみようかなと思ったんですけど、けどいかんせんね、なんか、アピールが強すぎるんですよ。それはなんでやろって考えたときに、ね。ここら辺がね、ネイティブと管理釣り場っていうのは違うんだけど、ネイティブってね、まあちょっと今これあくまで例ですけど、ね。まあ、岩とかさ、木とかさ、なんかいろんなものが点在しとるわけやねんか。ね。じゃあ、そこにね、まあなんだ、エギで言うわ。ね。こう魚がおるわけですよ。ね、こう魚がおってさ、こうね、虫とかがね、こういうね、なんか虫とかがさ、流れてきた時にさ、ね、こう上をスーッと流れてきた時にさ、おみたいな感じでこうパクっていくわけじゃないですか。ね、これが自然界ってやつですよ。ね、こういうところにわーって流れとっても、ね、こう行くわけですよ、奴らが。そういう時って、結局そのね、魚って基本的にほら、外敵から身を守るっていう性質もありますから、っていうか、ね、習性もありますから、ね、だから若干濁り入っとったら釣れるみたいなことってあるじゃないですか。ね。もうでも、だいたい言いたいことわかりますよね。キラキラ光ることによって、ね、誘えるんですよ。なんか向こうでチラチラ光っとるなと。なんか向こうでキラキラ光ってるな。ね、シルエット自体はこれ魚から見えてなくても、視覚におったとしても、なんか光っとるなっていう。っていうことができるんですよ。なんかキラキラ光っとる。キラキラ光るということは何だろうね。自然界において、キラキラ光るものって何って言ったら、ね、同じ魚なわけです。小魚とかなわけじゃないですか。ね、あ、なんか光っとる。みたいな感じで興味を示して、岩陰に隠れとるやつでも、ね、シルエットが見えてない状態で、ね、なんか向こうに光っとるな、っつって、反射するわけですから、光がさ。ね、反射するわけですから、お、なんか光っとるぜ、みたいな感じで見に行って、あ、なんか動いてる、なんか動いてる、なんか動いてる、パク、みたいな感じで行くわけですよ。ね。そういうのがネイティブじゃないですか。けど管理釣り場って、どういうとこかって言ったら、確かに岩陰とかはありますけど、基本的にオープンタイプなんですよ。ね。ちょんちょんとその、混在するだけ。あっても流れなわけですよ。ちょっとストラクチャーがあるくらい。
あってもその流れが聞いとる場所と聞いてない場所があるみたいな。ね。割とオープンエリアなんですよ。ね。だから、見えとるんです。魚からしたら。うん。見えとるんですよ。もう目に見えとるもんなんですよ。じゃあ、逆にこの目に見えとるものがさ、ね。ギャーっと暴れとったら、うん。ね。やる気満々のさ、やる気勢だったらさ、なんかめっちゃね、遠くからでもさ、ね。すげえ遠くからでも、なんか光っとっちゃおいっつって。ね。わーってなった時に、ね。うおーっていけるじゃないですか。ね。けど、その、見えることに慣れとる魚っていうのは、絶対に嫌がるんですよ。ね。何これみたいな。いつも見とる景色と違う。うん。ね。だから、光りすぎるっていうのは、意外と、ね。寄せる力はあっても、ね。その、見切られやすい。っていうのが絶対あるはずなんですよ。じゃないと結構その、ナチュラル系、あの、原色系のカラーとかが、さ、ね、管理釣り場で効くみたいなさ、ね、そういうことにならんわけだから。だってね、同じニジマスの、ね、あの、相手は同じニジマスなんだから、ね、けど管理釣り場とネイティブって色の感じが全然違うわけですよ。そこじゃないかなっていう。ね。だってもう見えとるんやから、じゃあ、こういうね、なんて言うんだろう。大して光らない。うん。もうシルエットが自分がいつもね、食っとる。ちっちゃいニジマスとか、ね。あの、ちょっかいかけとる。食ってはないけどちょっかいかけとるみたいなさ。ね。そういうのに似たシルエットだったり、波動だったり。うん。そういうのを合わせていった方がいいんじゃねえかなって思うわけですよ。だから、そのね、管理釣り場でも、しかもさ、慣れってすごい大事でさ、みんながそれこそね、なんだろう、ザッカーとかさ、ね、ダブルクラッチとか、ハンクルシャッドとか、ね、そういうの使ったりするわけじゃないですか。ね、魚もそれを見慣れとるわけですよ。うん。だからそういう時に、全くこういうね、性質の違う、魚が見慣れてない、ものを投げるっていうのは、アピールの一つになるわけですよ。だから魚に対しても、お、何これ何これ、なんか見たことないぞこれ、何やみたいな感じで、食ってくれる。ね、アタックしてくれるわけですよ。だからこういう差別化を図るっていう意味でも、すごい重要な、ものなんですけど、ものの、なんて言うんだろう。パッケージを開けた状態では、かなり、フラッシングが強くて、うん、使いにくいなっていう。ね、ものすごいなんかこういうのもね、使いにくいな。っていうのがあると思います。だからこそ、アワビカラーだったりとか、あとはね、そうだな、ちょっとマット系な色があったりするんじゃないかなっていう。うん。じゃあね、このね、じゃあ次回、ちょっと今、これ別の動画にするけど、じゃあ次回、そうだな、この、ネイティブの、ね、この、キラキラ光りすぎるルアーっていうのを、ちょっと、とある簡単なもので、このツヤ、っていうのを押さえていくチューンナップをしようかなと思っとるんで、ぜひね、そっちの動画を見てください。ということで、以上、おまみねでした。